するマウスピースはこちらになります。じゃーん、オトリンクですねのメタルマウスピースになります。ただね、これもまたヴィンテージ品なんですね。こちらはですね、アーリーバビットというタイプの、マウスピースです。インディアナ州にね、1970年代ぐらいかなに、工場が移動しまして、でそこで、製造されたマウスピースです。アーリーバビットの特徴いくつかあります。まずはこちらのね、オープニングのフォント、まず横についてあるのがヴィンテージの証ですね。今現行品っていうのはここのね、シャンクの部分にあるんですけど、これシャンクには数字が書いてありません。かなりフォントが大きいの分かりますでしょうか。これが、アーリーバビットのまず特徴の一つ。これがフロリダのものになると、もっともっとですね、この数字が、小さいですね。そしてアーリーバビットの特徴もう一つはですね、本当はこちらにですね、ステップ型のバッフルがついているんですが、もっとえぐくついているのがあります。要はロールオーバーのバッフルなんですけれども、これはね、アーリーバビットの本当に初期の方は実はそこまでステップがねがっつりついているものではないものも売っているんですね。はい、あとはですね、こちら長さが 100mm になります。こちらの高さかなり、今のものと比べると短いんじゃないでしょうかね。それとあとこちらのですね、ティップのこの幅がですね 18mm ですね。これはもっともっと広いとワイドティップっていう時期のアーリーバビットのものになりまして、もうちょっと後期の方ですね。そうするとですね、ここの、先端のところもっともっとえぐいステップがついてたりとかしますね。今回手に入れたこのマウスピース、本当にね現行品のように美しいコンディションです。金メッキまだ全然残ってますね。そしてなんかこうサビとかもですねほとんどありません。まあ若干はねあるんですけれども、もうかなり他のね出回ってるヴィンテージのものなんかもテーブルがねかなり腐食していたりだとか、まあ、そういうのがあるんですが、こちらはですねほぼ致命的なものはないですね。それにまあ一応これもヴィンテージ品なんでしょうか、まあ多分オリジナルだと思うんですけどね、ついてたやつなので。リガチャですね。そしてキャップ、さらにですねこれなんと、箱までね全て揃っております。なのでこういう風にね全部ね揃っているとですね、結構値段もねいい値段いくんですよね。フロリダ機のよりも若干やはりバズが乗るというかね、少しこうノイジーな感じがちょっとまあ出ててですね、輪郭が、すごく鋭いような気がします。自分は実はフロリダ機のものよりもこのアリバビットのオートリンクの方が好きでですね、今回ねとってもいい個体が見つかりました。今回もねものすごくファットな音でですね、すごく吹きやすい感じがします。これカイルベルスのテナーなんですが、ヴィンテージのねこの時代のサックスでね吹くと多分もっともっといい音がするんだろうなとか思ってました。まあかなりこちらもですね高額なマウスピースですので、なかなかね手に入ることはないとは思うんですが、もしね見かけたらぜひ思想だけでもしてみるといいんじゃないでしょうかね。現行品とはですね全く違う音がします。これ同じオットリンクだとは思えない感じですね。ということでオットリンクのアーリーバビット機能セブンスターお届けしました。またね。